こんにちは、アンコニケです。先週の土曜日、アンジー眼科に行ってきました。胃がん手術後約3週間ですかね、手術後目が開かないようにまぶたが縫われていたんですけれども、その糸を抜歯してもらいました。腫れもすっかり引いてバッチリお目目になりました。子犬の頃から目が小さくてしじみ目だと言っていたのに、6歳でバッチリお目目に整形したみたいになっちゃいました。エリザベスカラーも取っていいと言われたんですけれど、まだ目やにが出ているので、それが気になってかゆいのか目をかいちゃう時があるので、夜寝る時とかどうしても目を離しちゃうのでね、まだ襟からしておこうかなと思っています。お散歩の時やドッグランに行く時はゴーグルは引き続きつけていこうかなと思っています。生垣の枝とかで目をついたり、電柱や他の子にぶつかったりと危険な可能性は避けたいので。さて、アンコニケの移住プロジェクトですが、着工から5週間経ちますが、年末年始を挟んだのでほぼ動きがありません。年明けで基礎用の鉄筋が運ばれてきていますが、まだ基礎工事は始まっていませんでした。多分今週から作業が始まるのかなと思います。インスタグラムでつながっている方はご存知かもしれませんが、前回の動画でお話しした通り、現在アンコニケは竹やぶと戦っております。年末年始はほぼ戦っていたので、なまった体がだるだるになっていて、動画編集のパワーが残っていない状況です。まだ竹やぶとの戦いは長くなりそうだし、そろそろ本格的に今住んでいる家の荷物も片付けなきゃだし、アンコニママの残り少ないライフが削られていますが、動画編集も頑張りますので、チャンネル登録とグッドボタンを押して応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。